おはようございます。はい、11月の24日行ってきよっす。まあ一応別の店ですからね、うん、まあ名刺いや、あのね、ムービーで撮るから。あ、ムービーで、ムービーで、ムービーそう、あの少ししよう、はい、なるほど、あー、なるほど。じゃあ、掛け声を。じゃあ、はい、チル3、2、1、はい、うん、オッケー、オッケー。え、上入ってるの？え、上、あの、えい、キャッシュアップ。1ヶ月半ぶりぐらいにお酒飲んで、猛烈に今眠いんで、シャワー浴びて今日は寝ます。お疲れ様でした。いや別にお酒はね、僕別に弱いわけじゃないんですよ。別に嫌いでもないし、お酒は。次の日にめちゃくちゃ残っちゃうからね。それがしんどい。楽しいからいいんですけどね。次の日と筋肉に影響が出てしまうんで、普段は飲みません。全くガスね、外でも全然。本当におはようございます。あったいで、帰ってきました。珍しく明日と明後日2連休でございます。はい、明日は これキュウリなんですけどね。でかくないですか？僕の顔も大きいんですけど、なんか分かりやすいもう投げてみる？分かんない。卵とかで分かるかな。伝わるんですかね、これで。すっげえでかいのか。これ宮古島のキュウリらしいです。ね、どうしようって感じ。この何ね、完成しました。
ございます。11月28日行ってきます。はい、帰ってきました。寒い。明日は休み。今までのイメージ、ダイエットのイメージって、まあ、ジョギングをするとか。おはようございます。11月30日行ってきます。はい、帰ってきました。寒い。